はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。バン、エルクロ、L96 か、これが上の方が東京マルイのエルクロですね。下の方はクラウンモデルのタイプ96ですんでね。で、ちょっとねコメントもらって、クラウンのタイプ96はエルクロとサイズどうなんですか、バレルが違うだけですかみたいなね、そんなコメントをもらったんで、じゃあちょっと2つ比べてみようじゃないっていう動画になりますんでね。まあバーッとダラダラッと、あ、こうだねこうだねみたいな話で終了、ちゃんちゃんということです。ね、じゃあやっていこう。これがクラウンモデルのタイプ96なんだけど、なんかねもうあんまりね比べたことなかったんだけど、この順長いんでね映りきらないですけど、バレルがちょっと見切れた状態で比べてみると、ストック部分の長さってね、あの同じなんだね、あすごいねと思いました。でこのトリガーガード周り、サムホール周りの形状とか一緒なんだわ。あとビスの位置ね、モールドかダミーかわかんないけど、ビスの入ってる位置、あのクラウンのマガジンはこれだからね、マガジンのリアリティは抜きにして、ストック自体の形状で言えば、おおなるほどねって、結構いいんじゃないみたいな、そんな印象です。でちょっと違うのが、これはほらクラウンのさ、そのボルトアクション系のボルトじゃない、それを流用してるわけでしょ。だからここら辺のそのエルクロの角張ったデザインっていうのはちょっと踏襲しきれてないよね、この辺のデザインっていうのは。うん、でもまあ案外うまくいってるんじゃないですか。でクラウンのさ、この U10 とかにつけるこのレールもね、ちょっと薄いけど、でも雰囲気はエルクロバッチリじゃないのとは思います。このパッドの位置とかさ、あのスリングつけるところの金具の位置と全然遜色ないです。まあただね、ボルトの位置ちょっと違うね、いやクラウンのやつと丸いのやつで、まあ仕方ないといえば仕方ないけど、ひっくり返してみるけどさ、よいしょ、ほらこんな感じで、本当よくできてるわ。色がどうのこうのとかっていうぐらいでね、表面の質感がどうのこうのっていうぐらいで、ストックに関して言えば本当ね、ちゃんとエルクロしてます。まあクラウンのやつはさ、バイポッドつけるのにここにもうこのアンダーレールついちゃってるんで、エルクロっぽさはないけど、これ便利だよね便利だと思います。このよいしょと、丸いのやつは丸いの専用のこのバイポッドつけるやつと、ここまあスイベルスタッドついてんだけど、ここにハリスタイプのバイポッドつけようと思うと結構苦労するんだよね、なかなかつかなくて、うん、微妙な取り付け方になっちゃってね。まあそういう部分もあります。命中精度云々比べちゃうとまた全然違っちゃうと思うんだけど、でじゃあストックの大きさが違うんだったら全長の違いは何なんだよって話でさ、やっぱりあれだね、こういうことになりますね。このサプレッサーが 10.5cm なんで、まあこのぐらいまで入るんでね、 15cm ぐらい、 10cm じゃ足りないね、 15cm ぐらいね、バレルが短いです。あとバレルの径が全然違う。東京マルイのエルクロかなりやっぱりバレルが太くてダイナミックだよね。でこれが KM 規格のスリムサイレンサーで、こいつのこれが 25mm なんだよね、径が 25mm で、こっちはもう 35mm ぐらいあるんじゃないの、バレルの径ちょっと測ってないかわかんないけど、クラウンのエルクロじゃねえや、クラウンのタイプ96にはここもうマズルキャップがついてて、ここに逆ネジ切ってあるんでね、逆ネジのサイレンサーが取り付けられるんですよ。でなんで今 KM 規格のスリムサイレンサーを出してきたかというと、クラウンのタイプ96のバレルが 25π なんで、KM 規格の 25π のスリムサイレンサーをこうやって取り付けると
その本体とバレルのバランスが良くなるんじゃないみたいな、そんな感じ。これでもまだ 4,5 センチ丸いの長さには届かないけど、バレルが細い分ね、このぐらいでバランスがいいんじゃないのっていう見た目のっていうのがあります。まあ、取り回しは圧倒的にこんなもんつけない方が取り回しやすいですよ。取り回しやすいけど、バレルのバランスをなんとかしたいよっていうんであれば、 KM 規格のスリムサイレンサー便利ですよっていうところで、もうあつらえたようにこう K の同じ、まあ仕上げは違いますけどね、こんな感触で仕上がりました。なんならこれバレルを飛ばずして、キャノンショットのブラックスチールかなんかでね、あのサイレンサーごと全部塗っちゃえば結構いい質感で仕上がるんじゃないみたいな感触です。まあ、こんな感じか。で、どっちがいいか悪いかも値段が全然違うもんね。好みだよね。どっちがいい悪いはその購入する人の好みによると思います。やっぱりさ、ちゃんとエルクロであってほしい人は東京丸いのがいいんじゃない。まあちゃんとボックスマガジンがこういう形であってみたいなね。で、ボルトハンドルとか、そのセーフティーの感じとかさ、ね。それなら全部エルクロしててほしいよって人は、やっぱり、東京丸いのがいいんだろうけどね。あと、重いのが好きな人。力に自信がある人。あの、東京丸いのエルクロがいいと思います。これ相当重いんでね。あとは、腕力に自信がない人。あと、取り回しが楽な方がいいと。で、雰囲気味わいたいときは、なんか、こういうサプレッサーつければ雰囲気が出たくれればそれでいいやみたいな人は、クラウンのタイプ96、クラウンのタイプ96いいんじゃないですか。うん、そのサバゲで使うんだとね、命中精度云々どの頃っていう話なんであれば、東京丸い一択ですよ。一択ですよっていうか、まあこの2つのモデルなんであれば東京丸いでしょうね。箱出しでもよく当たるし、あのね、これ結構カスタムしていろいろ試行錯誤したんだけど、別に何がどうってわけじゃないし、多分今打つとへーって感じの仕上がりになってると思うんだよな。いろいろやったんだよな。そのアクションアーミーのリコイルスプリングガイド入れてみたりだとか、インナーバレル変えたりとか、あのチャンババッキンだけいじってないけどね、いろいろやったんだよね。でも結局東京丸いの純正でチャンババッキン交換してって方が一番体感できるあの性能アップにつながるんじゃないみたいなとこだと思います。僕はいろいろいじった中でそんなになんか良くなったって感じはしない。初速が変化はするよ。初速は変わるんだけど、それは初速、銃が打ち出す威力が変わるだけで、その命中精度云々に関してはもうとにかくねあのホップアームとチャンバーパッキンとだろうと思う。インナーバレルの内側にはってビビナーそんなに当たらずに飛んでいくんじゃないなんて思うんでね。特に東京丸いの純正のインナーバレルはね、そんなにタイトじゃないからね。なんでそれでもよく当たるわけじゃないですか。で結局それ何なのって、要はチャンバーパッキンから打ち出された球がインナーバレルの内側に当たらずにこういい感じで通ってねちゃんと飛ぶと、まあ僕はそんな風に理解してますけど、適当すぎるけど、そんな感じなんで、その変なフライヤーが起きるか起きないかとか、命中精度にこだわるんであれば、あとカスタム性ね、まあいい悪いは別にして、いろいろパーツ出てるじゃないですか、東京丸いのやつは。なんで中身いじりたいよってなれば結構いじれるんですよ。 でボルトの封印解いてメインスプリング変えてみたりだとか、いろいろできるんですけど、そういうことをしたいよってなった時にパーツが出てるのはやっぱり東京丸いの方なんで、そういうマニアックないじり方をしたいっていう人はまあそっち一択になるんだ。もうお手頃でいいよと、お手軽でいいよと、でそこそこ命中精度がありゃいいやっていうんであればね、クラウンでエルクロいいんじゃないですか。15メートルとかでも後当てすると結構面白いですよ。あのフライヤーがちゃんと出るんで、当たった当たらないで一喜一憂できますもん。ちなみにクラウンの、ああ僕が買ったのジュニアなんだよね。これジュニアをさ、スプリング変えてさ、ちょっと初速上げてあって、もう10金じゃない初速になってるけど、これでね、5メートルで1円玉当てる集団性って書いてあるじゃないですか。ね、
コープバイポートサイレンサー別売りですって書いてありますけど、まあ純正状態でね、箱出し状態で先っぽは逆ネジになってるし、バイポットは適当なもん買えばもうすぐポンとつくしね、スコープもポンとつきます。ちゃんとゼロインして打てばめちゃくちゃ面白いですよ。そういうことです。その場ではねバレルの違いぐらいですよってコメントで返事したんですけど、ちょっと詳しく眺めるとこんな感じの違いがあるのかなというところです。はい、ってことでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別の動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。意外と静かだよね丸いのやつはね、僕がいろいろいじった結果そんなにあれなんですよ、金属音します。です。